鳥踊りを特徴としています。またちびっ子たちの男踊りにもご注目ください。可愛らしく元気いっぱいな声が響き渡ります。続いて踊り込んでまいりましたのはチルドレン、チルドレンの皆さんです。
では今にぎやかに暴れ踊りを繰り広げております。カズラ連のビッコたちです。そして神戸チルドレンが続きます。神戸チルドレンは阪神淡路大震災の後小学生7人でスタートした阿波踊りのグループです。神戸は東灘を拠点に阪神間で活動を持ち、夏にはここ本番徳島市の阿波踊りにも参加しています。神戸でも大阪でもそして徳島でも神戸チルドレンの衣装はとても華やかで目を引きます。